はい、ドルノブに入っております。現在今時間が7時40分ということでね、まあ、ちょっと真っ暗の世界になりますけど、まあ、何が釣れるかちょっと楽しみなので、ね、では後半戦スタート。レッサンの方法はフクロムシが3本とアオゴカイが1本と、まあ、まだユムシとオムシもあるんで、まあ、どれがいいか使い分けてみて一応やりたいと思います。あ、来た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 、うん、ちょっと切るよ。なんか来たな。よいしょー、よっしゃ、乗った。なんやこれ。なんかわけのわからんと思ったな。これっすか。すごいな。やりました。チームやりました。でかいで。ええサイズや。何もんかな。はい。43.5。はい。43.5センチ。ええ、体型のチヌっすね。はい、マダイではなかったですけど、なんとかやりました。やりました。綺麗なマダイ、やっとまともなマダイらしいマダイが一つ釣れました。まあ、40センチちょいかな。いや、綺麗なわ。うん、一番食べて美味しいサイズかも。40センチですね。40センチ、綺麗なアイシャドウが光るマダイさんです。やりました。朝3時、はい、投げてて、ね、寝てて起きてあげたらついてました。まあまあのサイズのチヌです。これ何センチあるんだろうな。35センチちょい。なかなか大和田のチヌが釣れました。よいしょ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 。朝一なんか削りしてたらじんわり重い引きでこんなのが釣れとりました。よいしょ。いや、やった。やりました。タコです。マダコ、タコゲットです。はい、おはようございます。2日目の朝になりました。まあ、朝でもまあちょっと仮眠取ったんで今9時ぐらいですけどね。はい、フェリーの来るまあ2時ぐらいまでちょっと頑張ってやってみたいと思います。まあ狙いとしてはね、まあカワハギメインで、なんか五目が当たればええかなぐらいな感じで狙っていきたいと思いますので、皆様どうかご視聴よろしくお願いいたします。さあ、ほんならまあ早速やりましょうかね。
朝からカワハギが28センチ、 28.3 センチぐらいのが1匹、それから全く当たりません。ちょっと場所移動します。まあ徒歩なんでそんなに遠くまでは行けませんけどね。まあちょっとここで粘るよりかはええような気がするんで、ちょっと移動してみます。はい、移動してまいりました。まあ竿を出したんですが、全く当たりがないということでね、なかなかねちょっと厳しいような感じですが、あとまあ2時間ぐらいですけど、ちょっと頑張ってやっていきましょうかね。なんかでかいの来ましたよ。これ取れるかな。何が来たんこれ。最後の最後、大逆転の一撃が、なんかミノカサゴ浮いてはりますけど、怖っ。ここ怖っ。いやそれよりこっちやな。さあ何が来たんでしょうかね。糸ジャージャー出ていくけどね、なんやろな。餌青貝ですけど、穴にジャージャー持っていく言うたらカワハギ出ないもん間違いないな。チヌ系タイ系いう引きでもないし、なんでしょうね。昨日のサメいう可能性もあるけど、いやそれだけはちょっと頭の中から消しておきましょう。さあ何が出るんかな。でかいの頼むよ。おー、なになになに、ボコ浮いてきたで。え、なにこれ、なに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 、なにかわからん、全然わからん、なんこれ。あー、スズキ。エラ洗いするわな、そらさあ、網用意しないけんな、どうしようかな。よいしょよいしょ、いや、しっかり弱らして、お得意のサンドランディングで。ほら口開けんかい、ほら口開けろ。よっしゃー、取ったー。やりました、起死回生の鈴木さんです。こんな昼間からこんなん食うてくるか。普通57センチですね。やりました。57センチのスズキです。青1匹掛け、三越うなぎ13号の仕掛けに釣れました。まあかなりね、スズキの魚影も濃いんで、専門で狙ったら結構釣れるんでないんかな思いましたけどね。昨日夜中目の前うろ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 しょったんで、いずれ釣れんかな思えたんやけど、まさかこのタイミングで釣れるとは思わんかったっすね。いや、ナイスファイト、よう引いてくれました、ありがとう。さあ、まあ、もう時間も時間なんでね、そろそろ切り上げましょう。はい、今回の魚神の釣り行かれへんはですが、沖の遠征、西之島遠征ということでね、お送りしましたけど、多種多様な、魚種がかなり釣れたんでね、まあちょっと大きさとね、大きさと数にはちょっとこう納得いかんところがありますけどね、これからだんだん上り調子にね、いい感じになっていくと思うんで、まだ水温が低いんでね、ちょっとこの魚のやる気もないと思うんですけど、これからだと思います。はい、今回の魚神の釣り行かれへんは、魚神の釣り行かれへんはですが、大きい遠征お送りしました。皆様も、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではねー。